はい。お願いします。では、後半に入らせていただきます。私はですね、大学受験予備校で世界史を教えているものでございます。麦誠でございます。よろしくお願いします。で、私もう一つ、YouTube やっておりまして、模擬世界チャンネルっていうのをやっておりまして、で、その、見てる方に質問をですね、募集しましたので、これからですね、直接お答えいただければ幸いでございます。はい、でもしこれは答えられないとか、言いたくない、はい、触れたくないときには、超えていただけるとですね、それはパスしますので、はい。よろしくお願いいたします。じゃまず軽い質問からですね、はい、食事について、餃子とか饅頭、饅頭ですね、お肉を、ひき肉をこう包んだ、あれはやっぱりあれですか、その北方民族起源ですか？もちろんです。だって、中国が一つと思う方が間違いで、もともと北方と南方は全く文化圏が違っていて、お米文化と小麦文化ってよく言うじゃないですか。で、黄河の流域というのは、本当に古い時代から米は取れない。小麦しか取れない。それから肉は遊牧民しか作らない。だって農業をやっててどうやって肉作るんですかみたいなね。だからそもそもが黄河の中流で、当時青州南蛮北敵が、その黄河文明が始まった時から、北から遊牧民がチーズや肉を持ってきて、うん、で、南から、農耕民が来て、あそこで交易をする、うん。だから小麦で肉を包むというのは、北方文化ですよね。うん、ただそれが、その、モンゴルかとか言われると、本当に古い時代から、北方の人たちたくさんいるのね。戦費とか吉田とかね。それから、隋唐の唐、唐の長安というのは、世界の中心である文明の十字路で、うん、あそこでいわゆるピンというね、焼いた小麦のピンヘイ、せんべいみたいな、そうあれがすごく有名になるんですよね、油で。だから肉を小麦で包むというのはものすごく共通なもの、うん、でもロシアのピロシキとかああいうのはモンゴルの近くですよね、うん、ですから当然、マントも餃子も北の方の文化ですが、それを今半分、北も全部中国だとか言われると中国、うん、ちなみにその、マントとか餃子っていう漢字が出てくるのはいつ頃からですか？餃子っていうのは、日本語で餃子っていうのは山東方言なんですけども、日本の東ね。なんで山東方言かっていうと、山東省の人が満州に移住したから、日本人が満州国であれ食べた時に、これはなんだ、餃子だと聞いた。で、プートンフォアの北京方言だとチャオズ。で、そういうふうに違っていて、この漢字がいつ出てできたかって結構古いですよね。漢代にもあるんですか？ないでしょ。ない。で、そこまで研究してる。あ、そうですか。じゃあ、そんな研究はしない。違う言い方してます。っていうか、餃子って、もう、じゃあ話も戻すけど、日本語の餃子って、あれ、焼いて、ふっかすでしょ？あれは全く、あちらにはなかった。ええ。知ってますよね。あれはね、食べ残したものを後で食べるためなので、そもそもが、茹でるか水餃子しかない。それで、たくさん作って食べても、次の日残ったら焼く。で、日本語はそれ、気に入ったんで最初から油で焼いてふかす、あれは日本独自のものです、うん、っていう風になるから、この字がいつあったってそんなことを聞かれてもらえません。宇都宮餃子ってすごい有名ですよね、あの人たちやっぱ満州帰りが多いですよね、うん、日本の餃子は戦後です、うん、みんな満州国内、うんうん、実は、はい、モンゴル語で餃子は何て言うんですか？パオズ、ああ、モンゴル語、ボーズ。ボーズ。ベンシ。ベンシ。二通りはね、やっぱ北の方言もあるし。うん、で、ホショルっていうのは、餃子を油で揚げたみたいなのが、ホショルって言わないよね。だからね、やっぱりね、ハルハ方言と、一番違う。なるほど。モンゴルに関して。はい。モンゴルっていう言葉ですけども、あれは、あれですよね、チンギスハンの部族がモンゴル族だったからモンゴルっていうんですね。はい。ということは、その以前は、
あの地域は何て言ったんですか？いっぱい名前がある。順番に名前が変わる。あつまりは、もともと、セン品もセビル、シビル、シベリアのシビルはセン品っていう、セン品の感じのセン品。シビル。それが地広がったんです。その場所でシベリアになったっていうぐらいに、とにかく古い時代から共同文明からいっぱいいて、で、モンゴルっていうちっちゃな部落がであるって言ったのも、東大、隋唐の唐に、あなたにモンゴルっていうのが出てる。東大に出てる。出てるんだけども、それはちっちゃな部落の名前で、で、それが直接つながるかった途中がない。わからないんですよね。だから、さっき、釣れない返事をしましたけど、ないものは言えないわけよ。資料が飛び飛びしかないわけですよね。で、その言えることだけでつなぐと、まあ、モンゴルって名前は古い時代からあって、で、その中の一つにチギさんでっていうことは言える。うん、で、その前からじゃあ何があったのよっていうと、いろんな名前の部族があって、で、先輩はね、偉い人がいたら全部がその名前を名乗る、うん。でもそういうことを書いてるの全て漢文なの。うん、聞き書き、うん。だから漢文がある部分はわかるし、ない部分はない。資料がない。うんっていうことしか言えないんですね。だからいろんなのがいっぱい。で、その、モンゴル帝国時代にはやっと、たくさんの言葉で、なぜ偉くなって広がったので、ペルシャ語とか、そのグルジャ語でも、ラテン語でもいろんなこと書いたものが残っていて、漢文が残っていて、そこに、その、たくさんの部族名とか、誰の祖先は誰だってとか、出てくるんですね。そうすると多分それ全部古い時代からあっただろう。それが、みんな一度モンゴル帝国の構成員になって、名前変えたか、また古い名前を言うようになったかっていうような説明しかできないですね。一番最初は、郷土でよろしいですか？郷土だって、あれは、たまたま、司馬遷が書いたから、そういう名前が残っただけで、うん、もっと前の春秋戦国時代に、北の方に、こういう部族がいましたって名前がある。うん、だけど、郷土は大きかった、うん。帝国、つまり、秦の始皇帝、漢の武帝でも、ちょっとビビるぐらいの帝国になったんで、名前が。でもあんな変な感じで自分たちが書いたわけじゃないです。この間のモンゴルの方と対談させていただいて、はい、でモンゴルでは郷土のことをフンとかフンヌと教えてると聞いたんですけど、それはね、私たちに原因があるというか、外側の研究者がそういうことに熱心になっていて、特に日本人の、内田銀風さん、要するに、郷土、墳、同族論とかいうのは、日本語が最初なの。あ、そうなんですか。それを教えてるわけ。あ、そうなんですか。で、それはね、ちょっと根拠があって、郷土が亡くなった後の、3、4世紀の中央アジアに、XF、XUN、とにかくか、その頃の中央アジアの言葉も、死因だけ繋いだ言葉とかしかない。それに、フンっていうようなのを郷土のことを指して言ったっていう証拠が一個だけあるんで。だから郷土という漢字をフンヌと読んだんだろう。なるほど。で、そのうちの一部が西へ行って、西へ行って、西へ行って、アッテラのフンになってる、うんうん。でも、それがイコールじゃなくて、名前が立派だから、そのうちの一部も移動したらまたそれを名乗る。うん、という形で、なんかそういうのは私たちはしょうがないんだけど、後ろの体の後進というのが。はいはい、何かの関係はある、はいはい。でも直接かどうかは分かりません。はい、モンゴルの宗教のイメージが湧きません。どんな宗教で、先ほどまあ、チベット仏教っていう。チベット仏教の前はシャーマニズム、ね。シャーマニズム、うん。で、チンギスハンはやっぱり非常に天を使わした人なので、やっぱり天の信仰ってすごく多くて、大きくて、天狗。あ、天狗。今でもモンゴル人はやっぱりシャーマニズムが好きで、やっぱり天が全部決める大天、大きな天、フフテングルですよね、はい、青い天、青がモンゴル大好きなんで今日は大きいんだけど、あ、そうこの色のだから天の信仰、日本の神道と結構近くて、うん、それはもうユーラシア国全部ですよね、うん、でチンギスハンも天が使わした偉い君主ですし、うん、その前の突厥の君主とかもみんな天使っていう意味と同じじゃないですか、うん、だから今でも木に、まあ、だからチベット仏教が入っても、そういう信仰が全くなくなったわけじゃなくて、木に旗くって青い木の実をね、尊敬のために結ぶというか、峠があったら必ず石をいくつと手に持たないか、そういうの残ってるんです、うん、だからシャマニズムに仏教が上に乗っかって、
先ほどのお話で僕すごいびっくりしたのは、はい、清朝が崩壊して最初のその独立モンゴルの指導者となったボクドハーンさんがチンギスの生まれ変わりだという、うん、あのね生まれ変わり精神においてはチンギス、あのちょっと待ってください、それちょっと説明しないといけないんだけども、はい、17世紀に、チベット仏教が大々的に入った後で、そのもう清朝の支配下に入ったモンゴルでは一人だけ偉くなってまとめるというような藩が生まれにくくなって、仏教がいっぱい入ってきた時にもうそろそろチベット仏教の方でも天照者という考えができてたわけですね、うん、偉いお坊さんの生まれ変わりがその僧侶を継ぐ、うん、それで、チベット仏教の方でいろんな宗派が自分の、檀家を増やすために取り込んでいくんです。結構喧嘩したのチベットのリルクバとか、うん、タキャバとか、うん、はい、それでそのうちの一つがチンギスハンの一族の子孫の一族の王様の息子次男を天照、うちのチベットの偉いお坊さんの天照者だと認定したんです。生まれた時ちょっと後、それがジェプツン名前ホトプト一世で北のモンゴルで、まあ、一番偉い宗教指導者になるスタートの時、ね、でその一世の、一族から二世も生まれ変わったんです。亡くなって次出たんです。で3世からはもう、ジュンガルと清朝が戦争している時代に建立帝がもう二度とモンゴルから生まれ変わって、その人を中心にモンゴルに独立されたら可能なので、うん、無理やりチベットに転生させた、うん、3世はこうやってチベットに生まれ変わりましたと言って連れてきたわけ、うん、で4世、5世、6世、7世、8世全員チベットでも、あの若字にした人もいるんですけど、で8世もチベット生まれでモンゴルの今のウランバートル、まだウランバートルじゃない、あの今のウランバートルはあれは仏教の僧院がスタートになってできた街、うん、つまりお坊さんが集まってそこで修行するための中心になった、うん、それで連れてこられた後もそれがちょうど辛亥革命の直前だったり、ソ連にロシアが出てきたりした頃にそのジェプツン名前ホトプト八世はモンゴル人の間で育てられて、それ一生懸命やっぱりモンゴル人は自分たちの偉い教師なんでモンゴル語の教育をするし、いっぱいいろんなことを教えるわけですよね。で彼がものすごいモンゴル民族主義者だった、だから身はチベットに生まれたけれども精神においては一世と二世を引き継いでるから私はチンギスハンの子孫だってプロパガンダを出して味ってたくさんの劇を内モンゴルやなんかに出した。そういう政治的な意図があって、そうプロパガンダで、そう、うん、すごいんです。それでこの人をその中心にするのが、まあ、ふさわしかろうということで、うん、1911年の独立宣言というのが僕だ、うん、はい、よくわかりました、はい、日本がこれからの、まあ、アジアの中でこの地位を保つためにはその中国に対抗しなければいけない、それで、モンゴルとこう手を組む。で、モンゴルをバックアップして、で、まあ、あとインドとかもつないでっていう、そういうことができるのではないかというご質問。で、関連してですね、モンゴルは、今のところはその、ロシアと中国に、まあ、両方にいい顔してるような感じがしますが、将来その、中国と完全に切ることはできるんでしょうかというご質問です。私もう何十年も前にそういうエッセイ書いてるんですよね。モンゴル専門家だからね。で、大体、だから私の最初の、最後に入国帝国に行くのかな。だから25年、30年前に、モンゴルと仲良くしたら日本のためになりますよ。あ、正論に4回書いたんだ。あの、朝青龍はなぜ強いのかの本の頃に。結構、モンゴルは、その、国連の非常任理事国を自分の番が来た時にもう日本に譲ったことがあるんですね。すっごいあの外交した。モンゴルすごくて、アメリカのアフガン遠征じゃない、アフガンの時に一番に名乗り上げて軍隊を送ってるんです。あ、そうですか。何十人かね。あ、それでも国が一国ですからね、うん、アメリカにしてみたら。それで、それをすごく喜んだブッシュ息子が行ってるんです、モンゴル。だからモンゴルは最初から中国とロシアに対抗するためにアメリカと日本を呼び込んだ、うん、92年から、うん、そういう外交的にしちゃう、うん、
だから上海協力機構にアブザーバーでとどまってる。そうでなかったらあそこ もう全部になっちゃう、はい、でモンゴルだけがあそこで抜いてるってことがどんなに大事かを、まあ、日本人の対中モンゴル大使館の人全員がモンゴル人に口酸っぱくしてこれ頑張れよモンゴルはこれはもうものすごく価値があるんだからねって言い続けてるっていうんで、日本は92年に西側で初めて、民主化したモンゴルに、首相が行ったんです。ちゃんと手打ってんの、科学なんだったけどね、手打ってんですよ、いろんな援助をして、それでそういうのを私たちも一生懸命その頃応援はしたし、で今でもだからモンゴルは外交上手、今でも内モンゴルの話じゃなくてね、独立国の外交上手で、日本人に私はその頃何て書いたかっていうと、たった200万、まだ300万になってなかった、230万ぐらいの人口のモンゴル人に、一人頭の援助額は世界最大だったはずです、日本がね。だって、安いの270万しかないのね。中国に6兆円やったってあんなでしょ。モンゴルに少しやっただけでものすごく喜んでくれるので、もうハルハガーノーハンなんかも置いといてって言って、モンゴルは中国とロシアに対抗するためにすぐ日本と仲良くなったんですよ。で、アメリカともうまくやってるんですよ。それを日本もバックアップしていて、で、モンゴル民主化後の大変な時期に、モンゴル援助国会議は5回日本に結構じゃ入れ込んでるんです。そうやって、だからモンゴル国は非常に親日的、もうお相撲さんの関係だけじゃなくて、で、優しいし、私が言ったのは、シベリア出兵する必要ないんだって、モンゴル人を、親日にして、純日本国人扱いしたら、あんな日本人が自分たちで無理してあそこで、ガードしなくて済んだからって言って、で、それは分かってるんです。だから、やってるんですよ。それから、ロシアと中国の間で、やっぱりこう、ずーっとバランスを取ってきたので、今でも独立国でいられるわけで、チベットと新疆が政治的に上手じゃなかった。モンゴル人の方が政治的に上手だったってでしょう。見る目があった。やっぱり遊牧民もともと、自主独立で、一人ずつが物を考える人で、人と一緒に何かやるっていうのはダメな人たち。実は。だからそれはプラスに作用してるわけですよね。だから、うちモンゴルひどいけど、でもモンゴル国がある限りモンゴルは滅びないし、やっぱりチベットや新疆とは、やっぱり立場が違う。同じモンゴル人が北にいるぜっていうのは、だからこそあんなにまあ、向きになる、だろうとは思うんですよね。やってると思います。ただ、日本がもっとちゃんとすればいいのよ。経済の3位じゃないよ、2位だよ。中国のデータなんて、絶対は本当じゃないんだから。それをね、こんな自主、内向きに、怖がる日本人がいいけど、日本人一人ずつがモンゴル人ぐらいの覇気があって、どんなに強い国になったのというんで、モンゴル見習えってのが私の本の、いつもの趣旨。なる、はい、はい。関連です。はい。今の中国人は、今でもそのモンゴル人のことを脅威と思っているんでしょうか？思ってます。正直言って、中国人にもいろいろあって、まあ政治的に強い人はいくらでも強くなるんだけれども、それ、ヨカイエさんがよく書いてるよね。新疆とか内モンゴルで、中国人は一人では行動絶対しない。取り囲まれたら何するか。困る。ガタイいもん。ウイグル人もモンゴル人。というのが本当。だからこそあんなふうになる。だからさっき言った毛沢東が最初はペコペコしてるの、モンゴル人。ちょっと本気でモンゴル人があいつ嫌いと思ったら、多分殺されてた。だってそんな強くない。だからもう言うことを嘘っかり上手に言って動かして。っていうことで生き延びてきてるんで、ここは個人的には怖いはずです。だから、虎の上を感じてるってこと。